2プライドラウンド第6戦マスターとヤング予選の最終日となった本日も最終レースツッキー選抜戦を残すのみとなっています。対戦メンバー1号艇福岡前田翔太、2号艇広島吉原清人、3号艇広島亀本勇気、4号艇大阪福田周平、5号艇山口藤本義史、6号艇香川松尾祭り、以上のメンバーです。インコースは1号艇前田翔太が入ります。ここまではオール2連隊キープしています。2コースは2号艇吉原清人、7レースは逃げて勝っていますが、このレース1着を取りますと 7.20 です。3コースは3号艇亀本勇気、亀本1着 7.40 の勝負掛けとなっています。4コースは4号艇福田周平が入ります。5コースは5号艇藤本義史、3アウト6コースは6号艇松尾祭り、今日前半レースは2着に入っています。カードは4コース4号艇福田で3対3の枠なり進入です。このレース1着ですと明日の優勝戦絶好枠ということになります。1号艇前田翔太が人気の中心です。大時計は12秒進回転始まっています。第12レースツッキー選抜戦です。内から1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。スタートしました。1コース1号艇前田、そして2号艇吉原、5号艇藤本、コースタート逃げ体勢は1号艇前田、サス2号艇吉原、マークル3号艇加本、間から5号艇藤本、内から4号艇福田が続く。逃げる1号艇前田翔太が先頭、2番手争いは内側から2号艇吉原、外は3号艇亀本、この2艇の内側から5号艇藤本も接近。スタートは正常です。2マーク1号艇前田がクリア、2番手5号艇藤本が先丸が差し返した2号艇吉原、3号艇亀本が続く。2番手2号艇吉原、そして3号艇亀本が3番手、4番手2艇審査5号艇藤本が続きます。上位体系現在は1番2番3番です。2周目に入って1マーク1号艇前田、2号艇吉原クリア、3番手 V 余っていく3号艇加本、握っていったんですが5号艇藤本は3艇審査の4番手です。後方から4号艇福田、6号艇松尾が続きます。2周にマークに向かうトップ1号艇前田翔太、2番手は2号艇吉原清人が旋回、そして3号艇亀本勇気が3番手、ここでも握ってくる5号艇藤本が4番手です。3番手は3号艇亀本ががっちりキープ。上位は1番2番3番のまま最終周回です。1号艇前田、2号艇吉原、3号艇亀本、1番2番3番の体系、3周1マーク6選手が旋回、バックスレッジに入っています。好スタートから逃げた1号艇前田翔太、得点率は 9.00 で、どうやら明日の優勝戦1号艇です。2番手2号艇吉原清人、3番手3号艇亀本勇気、3連単1二3のオッズ 6.5 倍となっています。最終ターンマーからホーム直線、前田翔太、吉原清人、亀本勇気、1二3の体系、最終レースはゴールを迎えます。先頭1番前田五輪、2番手2番吉原五輪、3番手3番亀本五輪、5番藤本、6番松尾、ラスト4番福田がゴールしました。